高田松原津波復興記念公園は、岩手県陸前高田朱家船長にある公園。東日本大震災の復興記念公園であり、国営追悼、記念施設が併設されている。東日本大震災による犠牲者への追悼と、新婚、震災の記憶と教訓の構成への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のため、奇跡の一本松として、 復興への希望の象徴となり、国内外の多くの人々を勇気づけた高田松原に東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼、記念施設として国、岩手県及び陸前高田市が連携し整備された公園である。公園区域内には震災で被災した市街地や約7万本の松と、 約2キロメートルにわたるサスの大半が消失した高田松原があるだけでなく、タピック45、下宿定住促進住宅、気仙中学校などの震災遺構が残されている。また、高田松原の再生や地域の賑わいの喪失、地震発生時に津波から市街地を防御する役割などもある。陸前高田ユースホステルと奇跡の一本松公園内は大きく、祈りの軸と、 復興の軸という二つの軸で構成されている。津波の襲来した広田湾方向と津波が遡上した、帰線川上流部分を結ぶ象徴的な軸線を示している。祈りの軸と復興の軸が交わる部分に水を張った水盤があり、屋根の上から入ってくる自然光が水盤を照らす仕組みとなっている。水により津波を早期させるは光により、 未来に向けた復興を感じさせる場、来訪者の気持ちを沈めつい鎮魂の場への起点となっている。ありがとうございます。